はい、今ですね、どこにいるかっていうと、ヨーロッパのマルタにいます。マルタのウィンザーホテルっていうね、ところ泊まってるところです。本日2015年の、12月8日でございます。ね、今日チェックアウトしてね、合計で4泊したんですけど、こちらウィンザーホテルってところです。自分は久々にね、十何年ぶりにね、学生の時以来、久々に添乗員付きのツアーに参加してみました。テルミクラブっていうね、旅行会社のやつなんですけどね。まあ、結構安かったんですけど、一応ウィンザーホテル4つ星ってなってたんですけどね、まあいろいろと問題があったようでございます。ただ自分はね、特に問題はなかったんですけど、まあこれが一応フロント周りです。まあ、こういうふうに座ることできて、一応ここのロビー周辺で Wi-Fi 使う場合は無料でございます。で、そっちにバーがあるんでね、何か夜バーとか飲むこともできます。まあ皆さんね、どういったホテルかって気になさってる方は結構いらっしゃると思います。ツアーでね、参加される方多いと思うんですけど、まあ確かにネットで書かれている通りって通りでございます。まあ例えば水の色が茶色かったりとか、あとは、なんだろうな、毛布がないとか、あと電気がいきなり、ね、落ちたりとか、ブレーカーが、まあ、そういったことは結構あるんですけどね。まあでもまあ、自分はそれなりに、まあスタッフの対応も割といいと思いますからね。で、朝ごはんに関しては朝食バイキングで、食べ放題でございます。まあ、こんな感じね、今誰もいないですけどね。まあ、しばらくお世話になりました。で、場所はスリーマーってところで、海岸からも近いところです。サンジュリアンね、セントジュリアンの方から、歩いたら20分ぐらいかかるんですけど、まあ、あっちの方はウェスティンとかね、ヒルトンとか、あとメリディアンとかあったりするんですけどね。こっちはまあこっちでなかなかいい感じのところですけどね。まあとにかく、四つ星で、まあ、いろんなどんなホテルかな、ね、考えられてる方がいらっしゃるかもしれない。そんなに期待は持たない方がいいかなって感じは正直します。